フリードリヒ・ローベルト・ホルクマンは、ドイツのロマン派の作曲家。ザクセン王国、ロマッチュ出身。カントルの父親から、後継者となるべく音楽の手ほどきを受ける。このため父親について、オルガンとピアノを学び始め、さらにバイオリンやチェロにも手を伸ばし、12歳になるまでに、ウィーン古典派の弦楽四重奏曲で、チェロパートを演奏するまでになる。1832年に、フライベルクのギムナジウムに進学する傍ら、音楽をアナカーに、1836年には、ライプツィヒで、ベッカーに師事した。ライプツィヒで、シューマンに出会って、激励を受け、その後も両者は何度か再会している。学業をしまえると、プラハの音楽学校で、声楽教師として勤めるが、同地に長居することなく、1841年には、ブダペストに移り、ピアノ教師やウィーン音楽新報上通信員に雇われる。1852年には無名ながらも大量に作曲を続ける。ピアノ三重奏曲変路長調は、フランツ・リストやハンス・フォン・ビューロを魅了し、両者によってヨーロッパ各地で盛んに演奏された。1854年にウィーンに進出するが、1858年にブダペストに戻る結果に終わった。出版社、グスタフ・ヘッケナストが1857年に、ホルクマンの全作品を買い上げ、売り上げと関係なく低収入をもたらしてくれたおかげで、完全に作曲活動に没頭できるようになる。しかしながら1870年代初頭に、ヘッケナストのブダペストの印刷所は閉鎖されてしまう。1864年、ウィーン訪問中にホルクマンは18歳、若いヨハネス・ブラームスと面会して、親交を結ぶ。両者は書簡において、互いに、お屋敷友よと呼び交わしている。1870年代は、生涯における下り坂となり、作曲活動が下火を迎える。1875年から没年まで、リストが院長を務めるブダペスト王立音楽アカデミーで、家政法と体法の教授に就任。ホルクマン作品の大半は、ピアノ曲家、ピアノを含む、室内楽のために作曲されている。ピアノ三重奏曲変路長調によって、初めて有名になり、ウィーン滞在中の4年間に、ヘンデルの主題による変奏曲や、弦楽四重奏曲第3番、同第4番、チェロ協奏曲異端調を手掛けている。管弦楽曲のほとんどすべてが、ヘッケナスト社と協力関係にあった時期に属している。シェイクスピアの戯曲に基づく演奏会養生曲、リチャード三世、序曲派長調、モスクワ書院における、成功作である、交響曲第一番に単調、ロシア音楽協会に検定された、交響曲、第二番変路長調などがある。ホルクマンは、純粋に音楽的な手段によって、希望する雰囲気や印象を聴き手に抱かせることに満足すべきであると確信していた。動作や筋書きのあらましが聴き手に理解されるなら幸福な一致と認めなければならないのである。ホルクマンの交響曲第1番がカナダ放送協会第2放送のリクエスト番組で1998年初頭に取り上げられたところ、アナウンサーのシェロー・ロジャーズはなんだかほとんど忘れられたブラームスの作品といった感じに聞こえますねと発言した。厳粛な第1番とは対照的に第2番はむしろ陽気である。作曲者の孫ハンス・ホルクマンはハイドンに倣って楽曲全体の基本的な気分として至って稀なことだが天真爛漫な植木弦が選ばれていると説明している。ありがとうございます。